ダン君は実在した人間であると同時に天神の化身であり、ちょっと待って、実在したってのは聞いてたよ。天神の化身も史実だって言い始めてんだよ。やばくない？やばくない？もう無理。私のアホな頭ではついていけない。実在した5万年って言っただけでこんな壮大な嘘ついてんのに、天神の化身まで事実だって言い始めてんだよ。やっぱり。で、なんて言ってんの？天神の化身であり、天の志の最高体現者として描写されているが、現実の世界で彼が残した全ての業績は天の志に従ったものとなろう。宗教？これ何ですかこれ。骨。ダン君遺骨教ですわこれ。ごめんなさい、それ日本人の骨なんだけど、ダン君遺骨教ですこれ。わかった、素晴らしい、ダン君遺骨教気に入った、乗った。君たちと言ってることは全部正しいよ。ただし日本人の骨ですけど、これ学術論文だよ。これ学術論文、ここの締め読みます。東方って東の方ね、東方の輝かしい朝の国、朝鮮のことね。ダン君が建立した国家として歴史の舞台に登場した朝鮮は、その名を世界に轟かせているのである。これ学術論文じゃないの？名を轟かせている。北朝鮮の考古学者マジでやばい。もうほんと、もうね、もう腹筋崩壊するよねこれ。どこまで行っちゃうんだろうねこれ。もうなんか打ち上げたっきり帰ってこない、ほら覚醒剤とかでトリップしちゃった人っぽい。打ち上げたはいいけど戻ってこないレベルだよこれ。マジでやばいよねこれね、ほんと。これ買おうとした人がいたけど、これ買わない方がいいよこれ。もうこの動画見れば十分だから。もうトリップしちゃってますからねこれ。何を誇っていいかすらもはや分かんなくなっちゃった。だから遺骨教ですよ、ダン君遺骨教です。5000年前、半万年前の遺骨、これが全てなんだよね。全部ディスるんだから。これが科学が証明したとか言っちゃうんですよ。言っちゃってる。どんな手法か、いやそれは公表できませんって。どんな科学だよ全く。だからこれでこの後ね、もう時間がないから読まないけど、まず岸朝鮮をディスるわけ、 A 氏朝鮮もディスるの、漢の死軍もディスるわけ。これ全部嘘だってわけね。だってダン君が2500年統治したんだから、こんなんあるわけないだろうと。もう意味わかんない。じゃあ2500年どこから来たんだよって話ですよね。武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。